じゃあ、続きます。はい、まあ、どうぞ、タクですが。タクもいいですか、先に。あ、タクでいいですか、タクでいきます。はい、じゃあ、先にタクでいきます。タクは、そうですね、僕、まあ、今までの久我原選手のキャリアというか、はい、まあ、宇都宮に入って、三河に入って、はい、今も横浜だと思うんですけど、まあ、その、行ったチームで、まあ、同じポイントガードの選手たくさんいたと思うんですけど、まあ、宇都宮だったら田臥選手とか、はい、渡辺選手とか、他にもたくさんいて、三河にもいたと思うんですけど、まあ、はい、そういうチームで何を学んで、今に至るかっていう、何を、まあ、プレー面でもいいですし、そういう精神的な面でもいいですし、まあ、人間性の部分でもいいですけど、はい、何がこう自分にプラスになってきたことがあるのかなっていうことが聞きたくて、まあ、プロ1年目が宇都宮、はい、ブレックス、今のブレックスでやらせてもらって、その選んだ最初のきっかけ、理由っていうのは、やっぱり僕が大学4年生の時に一番、なんだろう、ポイントガードがすごい選手がいるチーム、はい、に試合に出る出ないっていうよりは本当に勉強したいっていう気持ちもあって、そこがやっぱり自分の中ではブレックスだというふうに思って、渡辺さんもそうですし田淵さんもいて、でその次の年に鵤さんも入ってきて、すごいメンバーの中で今思えばやらせてもらってたなっていう中で、やっぱりそれぞれがすごい、なんていうんですかね、特徴を持った選手がたくさんいて、逆にそういう特徴を持っていないと、まあ、なんていうんですかね、プロっていう世界だとアピールするにも難しかったり、まあ、ヘッドコーチも使いやすかったりはすると思うので、そこはそういった先輩を見た時にそれぞれが違う特徴を持ってるっていうふうに身近に練習、普段練習させてもらいながら感じることができたので、それはやっぱりヘッドコーチからすると余計にそれは考えられることだと思って、そういったところはやっぱりすごくなんか武器っていうものを持たないといけないのかなっていうふうには分かりました、うん、その武器っていうのは自分の中ではこう、まあ、言える範囲であれですけど明確になったっていうところはあるんですか。栃木の時はディフェンスの部分を評価してもらって、タイムをもらってはいたんですけど、それだけでは実際に難しかったりもするので、やっぱり今オフェンスの部分だったり、最近は外角のシュートにすごく、練習の時間を割いたりして、まあ、昨シーズンも、確率だったり、そこでの得点もすごく、取れるようになってきているので、今はそういったところが今自分の武器になるのかなというふうに思います、まあ、ちょっと怪我をしてしまって、まあ、自分をまあ見つめ直す時間にはなったと思うんですけど、そうですね、やっぱりその新しいヘッドコーチが入ってきて新しいメンバーでやるっていう中で、そのまずはどういう選手、まあ、プレーができてないので、はい、コミュニケーションだったり取るのは難しかったりするんですけど、まあ、ヘッドコーチがどういう考え方を持ってだったり、外国人選手、新しい選手がどういうプレーを得意なのかっていうのを普段の練習と、まあ、練習の映像だったり試合の映像をなるべく多く見るようにして、そういうなんか俯瞰で見るっていうか、いうことがやっぱり、冷静に判断できたり、いろんなことを考えることができたので、そこは自分にとってすごくプラスになったのかなと思います、うん、ちょっと注目してみてるんで、まずは楽しんで、あの横浜をね、ちょっと一つでも順位上げてほしいなと思います、はい、ありがとうございます。はい、ってことで、じゃあ最後いきます。はい、どうどう、はい、